ユニークビジョンの青柳と申します。よろしくお願いします。今回はツイッターラインキャンペーンを支えるスケーラブなシステム分割戦略という話で、話をしたいと思います。目次としてはこのようになってます。ユニークビジョンのちょっと紹介をさせていただきまして、今回 の, あのテーマに、直結しているんですけど、まずキャンペーンというのはどういうものかっていうのを説明して、これがどうシステムにつながっていくかっていう話になっていくと思います。で次に、VPC を使ったシステム分割の話をしまして、最後に情報系の話をします。はい、まずユニークビジョンです。SNS マーケティングの領域で、キャンペーンの実施とか、アカウントを管理する、ツールとかを提供する会社でして、ここちょっとブランド名書き忘れたんですけど、ここにベルーガって書いてあるんですけど、こういうブランドでやってます。こういうキャラもいて、かわいいって言ってますね、キャラもいて、こんなブランドでやっております。今ツイッターと LINE 社の、パートナーに認定されてまして、これによってシステム的に何かあったときにちょっと話が通りやすくなるとか、やってはいけない、キャンペーンとかが分かるとか、いろいろいいことがあって、なかなかこの2つを持ってる会社は他にないかなと思ってます。で、自分の紹介なんですけども、そこで CTO をやってる青柳と言います。主に開発をしながら、会社の技術方針とか、開発方針を決めてたりします。で、バックエンドとか、データベースの設計が得意です。はい。ではまずキャンペーンについて説明します。で、まずツイッターのキャンペーンの例なんですけども、これもしかしたら見たことある人もいるかもしれないんですけども、よくあるやつで、フォローしていただいて、フォローしたら、この、ツイートに、リツイートするとかリプライすると、参加になって、で右 の, あの当たりと外れが届くというそんなシステムになっています。で、キャンペーンのシステムなんですけども、このようになってまして、普通先ほど説明したようにリプライとか、ツイートで参加しまして、で、参加した後その人のプロフィールとか、その人のツイートとかその辺を、分析します。で、いくつか分析した内容を使って抽選を行いまして、当落を決めて、リプライとか DM を送るというそういうシステムになってます。基本的に、キャンペーンで全て、キャンペーンが全てツイッター上で完結するというところなので、ユーザーとしてはとても使いやすい、システムかなと思っています。で、次は LINE ですね。ちょっと似たような雰囲気なんですけども、こちらは一番最初はランディングページとかウェブサイトですね、ウェブサイトに、来ていただいて、そこで応募するっていうボタンを押すと LINE ログインが、行われます。でログインが行われると、その後当たりとか外れとかっていうのが出てくるっていう、これがメッセージで届くっていう感じですね。そういうシステムになっています。で、最初に特設サイトでキャンペーンに参加して、LINE ログインを行って、で抽選をして、当たりが届く、外れも届くんですけど、そんな感じのシステムになっています。で、LINE っていうのは、リフアプリケーションっていうものがありまして、それを使いますと、LINE 上でも完結することができるので、先ほど説明した Twitter と同じように、LINE の外に出ることなく、ユーザーが使いやすいという、そういう、仕組みになってます。でですね、これ、ちょっと面白いのが、LINE 法と勝手に呼んでる、すべての友達にキャンペーンが通知が飛ぶっていう話があるんですけど、これ、例えば、企業アカウントさんが100万とか200万とかっていう、もし友達がいたとして、その人たちにキャンペーン始まったよってドーンと送ると、LINE さんのシステムはよくできてるので、本当にみんなにバッと同時に届くと。でそうすると、その100万人ぐらいのユーザーが、キャンペーンが始まったんだねって言って、うちのシステムにアクセスできるってことなので、相当やばいことになってます。で、こういうことはあるので、もうこちらも最大の負荷が来ることを想定して待ち受けるっていう感じです。幸い、お客さんの方がちゃんといつ出すよみたいなことを教えてくれるので、準備しておけるっていう、そういう感じにはなっております。で、キャンペーンの特徴です。ツイッターと LINE を含めた特徴で、ちょっとこのページは結構大事なページなんですけども、どんな特徴があるかって言いますと、まず一般のユーザーさんが参加するってことですね。なので、ちょっと負荷が読みづらいなっていう、夜中だったりとか、なんかお昼だったりとかって、ちょっといつ来るか分からないっていうところが特徴かなと思います。で、あと、先ほども言ったように、企業が告知したりとか、あと広告システムとか、そういうのに上げることによって、キャンペーンが通知されて、キャンペーンが始まったんだなって言ってユーザーが集まってくるときに、一気に集まってくる可能性もあるっていう、そういうところがあります。
であとこれも、特徴的なんですけど、このキャンペーンは期間が、まあ、数日から数ヶ月みたいな感じで、まあ、ほとんどのキャンペーンは数日かなと思います。まあ、これがなんかちょっと SaaS 的な話からするとだいぶなんか不思議な特徴かなと思って、まあ、ちょっとこの辺はいろいろ後で生きてきます。そして重要なことなんですけど、まあ、キャンペーンのシステムってもう何よりも止まらないことが大切です。でこれまあなんでかっていうと、まあ、お客さんがやっぱり大量の広告費用をかけてキャンペーンが開始しましたって言ってるのに、まあ、それで落ちてたりしたら本当に大変なことになるので、もうここは本当に我々はいつも止まらない、なるべく止まらないにしようというのに、頑張っていろいろ試行錯誤しているところです。でただしそうは言ってもどうしてもいろいろ問題はあってしまって止まってしまうこともあり得るので、その時には全力でリカバリーするっていうリカバリーの対応がしっかりしています。システムとかもいろいろ用意してあって簡単にリカバリーできるようになって、まあ、下手するとユーザーさん気がつくことなく、まあ、通知されることもあったりします。はい。で今の仕様を満たすためのシステム全体構成はこうなっています。まあ、大きくレルーム群とダッシュボードっていうのがあって、それをつなぐ仕組みがあるような感じになってます。これが全体構成です。で今回ちょっとツイッターのシステムに今寄せてます。まあ、ツイッターと LINE って似てる、大体似てるんですけど、ちょっと細かいところで違いがあるので、ちょっと分かりやすくするために今回ツイッターの話になっております。はい。ではいよいよそのシステムの内部に入ってきます。まあ、VPC によるシステムの分割、括弧レルムっていう、そういう話をします。で、まあ、さっきからちょくちょくレルムって言葉がなんか出てきてたと思うんですけども、まあ、レルムって何っていう話なんですけども、まあ、これ社内の勝手に作った用語なんですけども、まあ、レルムっていうのは、まあ、複数のキャンペーンを管理する VPC 上に構築されたシステムになっています。で、まあ、ここに書いてある通り、まあ、ロードバランサーがいて、ファーゲートがいて、RDS のポスグレがいて、あとレディスがいるみたいな、そういう、一つのシステムになっています。でこの一つのレルムの中で、キャンペーンが、いくつか動きます。まあ、大体10から、15ぐらいのキャンペーンが同時に、動きます。でこのレルムっていうのは、まあ、複数用意されています。でちなみにこのレルムっていうのはなんか技術用語だと多分認証とかで出てくる用語だと思うんですけど、あんまりそれとは関係なくて、まあ、なんかひとまとまりとか領域とかそういう感じの言葉で使っております。で、まあ、レルム複数あるっていうことで、まあ、レルム社内に名前を付けて管理してます。ツナとかボニートとかシャークとかレイとかイエローテールとかワカレルとかっていう感じで、まあ、ピンとくる人はいるかもしれないですけど、これ全部魚の名前です。まあ、なぜか魚の名前をつけて、まあ、あとアルファベットの最初の文字が全部違うので、まあ、なんかシステムをデプロイするとかなんかチェックするときに間違えないようにしています。まあ、そんな感じのものがレルムです。ではじゃあなぜこのようなレルムを導入するかっていうのを説明します。まあ、最大のポイントは負荷ですね。負荷を分散するっていう目的で導入しています。この今例が出てると思うんですけども、レルムの B ってところで今キャンペーン4っていうのが置いてあると思うんですけども、まあ、これ今1個しかないんですが、まあ、このキャンペーン4がとても負荷が高くなるなっていうのが想定されるときに、まあ、他のレルムに置かずに単体で動かすみたいな、そんなようなことを考えています。で、レルム A の方には、まあ、それほど負荷が高くないだろうなと思われるキャンペーンを並べて置いてあります。このように、負荷が、大小でレルムを分けることによって、まあ、他のキャンペーンに影響を及ばさないとか、そういう、目的で導入しています。で、あと、もう一ついいところとしては、このレルム C のように障害が起きたときに、まあこの後リカバリーを行うんですけども、これは全もう一つのシステムだと全部をこうリカバリーにしなきゃいけないということで とても大変なことになります。ですので、まあ、少ない範囲でリカバリーをすることができるというのもこのレルムに分割する、大きなメリットになっています。であと2つアップデートを行いやすくするということ と、小さなインスタンスタイプを並べることで見積もりがしやすく分散しやすいという話はちょっとこの後、細かく説明していきます。で次に、レルムのアップデート、まあ、アップデートするときの話ですね。これ通常版の話です。で、まあ、アップデートっていうのはしたときに当然キャンペーンの実行にちょっと影響が出てしまうのは非常に問題。先ほど言ったようにそのキャンペーンは止めてはならないっていうことがあるので、ここが重要になってます。
なので、通常のアップデートではレルムの中の、全てのキャンペーンが終わるまで、保留するというか、やらないということですね。でここの下の図にあるようにレルム A は、バージョン1でキャンペーンが、今実行数0ですよと。でこういう状況にしたときにアップデートを行ってバージョンを上げます。 1.1.0 になりましたという感じです。で下のように、動いている、ものが7つぐらいあるんだとしたらこれは実行中なのでアップデートを行わないという、そういうことです。でこういうことがなんでできるのかっていうことなんですけども、レルムが複数あるのでちょっとキャンペーンはこのレルムはバージョンアップするためにちょっとキャンペーンからずらそうかっていうことを選択できます。で別のあの他の、レルム、ここですと B ですねに集めることによって、レルム A が空いてくる。で空いてきたら、バージョンアップが可能っていう感じです。でなんでこんなに簡単にできるかって言いますと、これも先ほど説明したキャンペーンの特徴にあるんですけど、キャンペーンは数日ぐらいで終わってしまうものが多いので、すぐに減っていくんですね。なのでそういうのを調整しやすいっていう特徴があります。でこれが通常の、アップデートの話です。とはいえ残念ながら全てが通常でうまくいくことはなくて、やっぱ緊急にアップデートしなきゃいけない時もあります。でこういうのはやっぱキャンペーンの実施にちょっと影響を及ぼすような問題、バグもあるんですけども、他の影響が起きたとかっていういろいろあるんですけども、そういう時はどうしても緊急で やらざるを得ないっていう時はあります。でこの時にはもう先ほど言ったようなそのキャンペーンがなるべく止まらないようにはどうしたらいいんだろうっていうのをかなり綿密に計画します。でよくあるのはデータベースをまず最初に修正します。でデータベースの方を最初に修正して、新旧のアプリどちらでも、呼ばれても正しく動くっていう状態にしておきます。でその後に、ECS のローリング更新を行うっていうとこなんですけども、これはどういうことかっていうと、例えば ECS で、2インスタンスを動かしましょうっていったときにローリングアップデートをかけると新しい2インスタンスが起きてきて、それが起き上がった後に古いインスタンスが落ちてきます。なのでこれで実質無停止でアップデートができるというとても良いECS の機能です。でこれを使って止まらないようにしています。でいろいろ考えてやってどうしても難しいということもあり得るので、そういう時はもう先ほどから言っているそのリカバリー処理でカバーするっていう感じです。でこれが、レルムのアップデートの話です。次に、コストの話をします。先ほどVPC の中で RDS とあとレディスがいたと思うんですけども、これを基準にレルムで何個ぐらいキャンペーン動かそうかなみたいなことを考えます。基本的には RDS は X ラージにしてまして、レディスの方がラージにしています。でこれをリザーブドインスタンスとして毎年購入しています。ちょっと3年の方がお得なんですけども、やっぱり1年先を読むのが難しいので1年ごとに購入しています。で購入するときに来年どれくらいキャンペーンが増えるだろうとか、そういうのを検討しながら頑張って計算して出しています。であとこれがリザーブドインスタンスで面白い性質なんですけど、インスタンスタイプの柔軟性っていう考え方があります。例えば X ラージを1つ買っておきますと、ラージ2台として運用することが可能になります。ですので先ほどみたいにキャンペーンをちょっと負荻が高そうだなって言ったら X ラージをラージに分割して一つだけそちらで動かすとかっていうことができるので、結構柔軟に運用することがこれによって可能になっています。でもちろん大きなインスタンスを買うこともできるんですけど、柔軟性を使ったとしてもなかなかちょっと全部を使い切るのは難しいなということで、これくらいのサイズを使いますのが現在ちょうどいいかなというふうになっております。でもう一つのコスト対策なんですけど、セービングプランですね。これは ECS の話です。で ECS 自体はその中で動かすタスク数っていうのは、その RDS で決めたその X ラージなのかラージなのかっていうその辺のサイズと、あと実際動かすキャンペーンの性質ですね、それが結構な負荷が高そうだとかちょっと大丈夫そうだみたいなことを考えて、この ECS のサイズを大きくしたり小さくしたりしてます。なのでちょっと読みにくいんですよね、コストが。あらかじめどれくらい増えるだろうって非常に読みにくくて困ったなと思ってるんですけども、ただセービングプランはとても良いサービスで、推奨してくれるんですよね。これくらいのサービスを買っておけば十分ですよみたいなことをやってまし出てまして、それ実際大きくずれてないで非常に助かってるなというふうなところです。この辺でうまくコストが抑えられています。で次に情報系ダッシュボードというところに入ります。
先ほどこのダッシュボードっていうところなんですけど、まあ、いわゆる情報系なんですけども、まあ、各レルムで実行された、キャンペーンのデータですね、これはあのダッシュボードの方に、集約されていきます。で、実際お客さん、キャンペーンの顧客が、なんかキャンペーンの状況はどうなんだろうって調べるときにはこのダッシュボードを使って、調べます、まあ、見てみます。でダッシュボードの構成自体も、先ほどのレルムのやつと変わらないで、普通に ALB、ファーゲット、RDS、REDIS みたいな構成になっています。で、データ連携なんですけども、まあ、VPC、レルムとダッシュボードをこうデータ連携していくんですが、今2つの方法でデータ連携をしております。でまず1つ目、上の方ですね、上の方ですけども、VPC ピアリングを使った、ポスグレのフォーリンデータラッパーっていうそのポスグレ同士をつなぐ、仕組みがあるんですけども、それを使った、バッチの、データ連携をしています。これは主にあの参加状況を集計してまとめて、データを移しています。なので、まあ、大体あのバッチなので結構時間がかかるんですけども、まあ、ゆっくりなんかデータを送って後で見るみたいなそんなようなデータになっています。でもう一つは、キネスデータストリームを使ってユーザーの参加状況ですね、ユーザーが参加したとか当たったとかっていうそういう 情報を、すぐにダッシュボードに送っています。これはリアルタイムでほぼ送ってます。でこれはなぜリアルタイムなのかって言いますと、例えばユーザーが参加したんだけどなんか当たりが来ないよとか参加したのに返信が来ないみたいな、クレームっていうかそういうのがあのお客さんのに寄せられた時にすぐにあのじゃあどうなってるんだっていうのが分かるように、リアルタイムに保存してるっていうそういう感じになってます。でこの2つの方法であのデータを連携することであのコストとかあのうまい具合にあのなんか収めて、できてるかなと思ってます。で、ちなみになんでダッシュボードがあるのかなっていうメリットなんですけども、まあ、例えばその各レルムってまあいくつもあるのでそこに例えばお客さんがログインするとちょっとまあ一つ一つ管理するのが大変だなっていうところなんですが、まあ、こちらのダッシュボードっていうシステムに入ってくれば、まあ、お客さんがログインする場所は一箇所で済むっていう、まあ、そういうメリットがまず一つあります。で次に、まあ、お客さんがいろいろな条件とかでそのキャンペーンの情報を検索してくると思うんですけども、まあ、それがまあ結構大きな検索だったり、例えば複数のお客さんが同時に検索したりとかすると結構データベースに負荷がかかる可能性があります。でこの時にあのキャンペーンはやっぱり止まってはならないという先ほどの話もあるように、まあ、あのそこで DB のが遅くなって動きにかおかしくなるっていうのはちょっと避けなければならないので、こちらの別システムにすることによってそれをあの実現しているというところです。で最後にあの情報系なのであのアップデートがシビアでないというところで、先ほど あの非常にあのコミッターアップデートをいろいろ考えてるんですけど、こちらはまあそれほどシビアではないのでまあ簡単にアップデートできるというのがまああのメリットかなというふうに思っています。で、以上になります。で、ちょっともう一度あの全体をまとめるために再掲しているんですけども、まあ、キャンペーンの特徴はまあ一般ユーザーが参加する、で企業の告知で急に負荷が上がると、であのキャンペーン自身の、期間は数日から数ヶ月ですけども、ほぼほぼ数日と、で何よりも止まらないことがあの大切ですっていうところです。で最後に何かあった場合にはリカバリー対応しますというそういう、要件ですね。でこれを実現するために、全体としてはこういう感じで、あの、まあ、大きく VPC を作るんじゃなくて、VPC をいくつかこうあの並べることによって今言われていた、機能を実現するということが可能になります。で、お客さんが、いつでもあのデータの中身が見られるようなダッシュボードですね、これを使うことによって、まあ、あのキャンペーンに影響を及ぼさないというそういうのが実現しているということになります。以上です。ご清聴ありがとうございました。